皆さんこんにちは。今季オフに海外 FA 権を行使してメジャー挑戦を表明していた楽天イーグルスの松井裕樹選手。そんな松井選手ですが、先日パドレスへの入団が確実と報じられ、大きな話題となっています。多くの球団から声をかけられていたという松井選手ですが、一体なぜパドレスを選んだのでしょうか。また松井選手はパドレスで通用するのでしょうか。そこで今回は松井選手のパドレス行きの理由や通用するのかについてご紹介していきます。楽天から海外 FA 権を行使して米大リーグ移籍を目指している松井裕樹選手。その移籍先としてカリフォルニア州サンディエゴを本拠地とするパドレスが決定的になったことが19日に分かったと報じられました。パドレスとはダルビッシュ選手が所属するチームで、マチャド選手やタティスジュニア選手、キムハソン選手といった個性的な選手が多く揃う球団で、日本でもファンの多いチームでもあります。すでに現地でメディカルチェックを受けており、通算236セーブを誇る救援左腕がダルビッシュ選手とチームメートになる可能性が高くなったようです。松井選手は2013年にドラフト1位で楽天に入団し、1年目から1軍デビューを果たすと、2015年からクローザーに転向。以降は楽天不動の守護神として活躍し、今年は WBC にも選ばれ、4月5日には史上最年少となる27歳5ヶ月で通算200セーブを達成。最終的に59試合に登板して2勝3敗39セーブ防御率 1.57 をマークし、オフには海外 FA 権を行使メジャー挑戦を決断しました。11月8日に松井選手は仙台市内の球団施設で記者会見を行い、メジャー挑戦への思いを語っています。紺色のネクタイをつけスーツ姿で登場した左腕は、セーブ王のタイトルもありがたいことに3回取らせてもらえて、まだまだ自分を成長させてくれる舞台があると思いましたし、年齢も含めてこのタイミングが一番いいのかなと、また高いレベルにトライしたいと海を渡る決断をした理由を明かしました。日本で3度の最多セーブに輝いた松井選手、メジャー挑戦にはヌートバー選手のいるカージナルスをはじめ複数の球団が調査を行っていましたが、報道によるとパドレス移籍が決定的となったそうです。日米球界関係者の話を総合すると、松井選手はナ・リーグ西地区の強豪への移籍を決断したといい、すでに帰国直前に現地でメディカルチェックを済ませており、問題がなければ正式入団となるとのこと。松井選手は米テネシー州ナッシュビルで開催されたウィンターミーティング後の今月11日に渡米、移籍先候補としてリストアップしたカージナルスの本拠地セントルイスを訪問するなど、現地で各球団との面談視察を行っていました。約1週間の滞在で最初に訪れたのがパドレスの本拠地サンディエゴでした。救援投手のチーム防御率 3.80 はリーグ4位と好成績。しかし33セーブを挙げたクローザー左腕ヘーダー選手 FA になるなど、投手陣の整備が急務の状況。現時点でリリーフの左投手は今季54試合で防御率 1.75 のコスグローブ選手、同8試合で同 7.00 のモレホン選手のみのため、パドレスにとって左腕補強は絶対条件。通算236セーブを誇る松井選手はパドレスからすれば是が非でも欲しい存在といえます。さらにパドレスは外野手の外選手をヤンキースにトレードで放出するなど、チーム予算を削減、資金的にも獲得可能で、松井選手には複数年契約を提示していると見られています。しかし複数の球団が声をかける中、なぜパドレスを選んだのでしょうか。それはやはりダルビッシュ選手の存在が大きかったのかなと思います。共に戦ったダルビッシュ選手や大谷選手から松井選手は海外 FA 権を行使した時の会見で、ダルビッシュ選手や大谷選手に刺激を受けたことで徐々にメジャー挑戦の熱が高まったと話しています。大会直後こそ日本でプレーするか揺れた時期もありましたと本音も打ち明けたが、一人の野球人としてレベルアップを目指したいという気持ちが勝ったそうで、自分の野球人生の中でタイミングというかトライしたい気持ちが徐々に強くなったとコメント。その影響を与えてくれたダルビッシュ選手がいるチームから声をかけられたので、ぜひ一緒にプレーをと思ったのかもしれません。また特派員によると、松井はチームの雰囲気やセントルイスにかなり好感を持ったようですけど、彼に対しては他にカブスやパドレスも興味を持っている、中でもパドレスはカージナルス以上に有力ではないかと話しており、3月の WBC では1次ラウンドの韓国戦に1イニングを投げただけ、
準々決勝以降、米国の決勝ラウンドでも登板機会はなかった。ほとんどの試合で抑えは大勢が務めた。日本のボールと比べて若干大きく、サラサラして滑りやすいメジャー公認球の扱いに苦慮したからですが、この時救いの手を差し伸べたのがダルビッシュだった。メジャー公認球への対処だけでなく、様々な情報を与えて松井をフォローしたといいます。松井はこの時ダルに助けられたという思いが強く、彼を慕っていますからね。またダルビッシュ選手は WBC 期間中に日本代表の選手たちを連れて試合会場となったマイアミのステーキレストランで食事会を開催。18日放送のフジテレビジャンクスポーツ2時間スペシャルでは、巨人と郷選手が日本国内でも焼肉屋で食事会を行い、大谷翔平投手、当時エンゼルスとダルビッシュ選手が支払いを担当していたと明かしていました。こうした恩義もあったのかもしれません。ちなみにダルビッシュ選手はマイアミでの食事会はステーキレストランで、味は最高だったのですが、簡単に言うとぼったくられてとんでもない額になりましたと X で告白しており、ぼったくられた手法についても言及。しっかりとしたレストランだったんですが、どさくさに紛れてとんでもない額のワインを勝手に開けようとしていたり、やり方が本当に汚かったです、マイアミではよくあると言われましたと具体的に説明しています。これを目の当たりにして、頼れる兄貴分としてももしかしたら見ているのかもしれませんね。ちなみにダルビッシュ選手本人は、松井選手がパドレスに来ることは大歓迎な様子で、気になって眠れませんと X にて投稿しています。米メディアでも確実と言われていることから、おそらくパドレスに入団するであろう松井選手。そんな松井選手ですが、果たしてメジャーで通用するのか疑問視されています。というのも松井選手、先日しましたが、今季の WBC ではメジャーの球に対応できず非常に苦しんでいました。特に制球に苦しんでおり、ボールのキレも半減。メジャーと日本ではボールが違うため対応に苦慮するとは聞きますが、特に松井選手は苦しんでおり、この点からもメジャーで活躍できるのか疑問視されている様子。果たして松井選手は通用するのでしょうか。個人的な意見にはなりますが、通用すると思います。もっともボールに慣れればの話ですが、日本ではあれほどキレのあるストレートとスライダー、チェンジアップを駆使して多くの奪三振を奪っていた松井選手、能力だけで言えばメジャーレベルに到達していると言えます。ただボールの対応には他の選手に比べて時間がかかる可能性が高いと思います。松井選手の武器は回転数の多さですが、メジャーのボールは滑りやすく、回転をかけるのは最初かなり苦労するでしょう。おまけに制球力の向上も努めなければなりません。千賀選手も対応に時間がかかったと話しており、最初のうちはコントロールできなかったと話していて、毎日ボールを触っていたと明かしていますし、WBC で対応に苦慮していた点を考えると、時間自体はかかりそうな気はします。ですが、ボールに慣れてしまえば、すぐに活躍できると思いますし、本当にボールへの対応次第な部分が大きいと思います。そこを乗り越えれれば、1年目から守護神抜擢もありえますし、期待したい部分ではあります。明るくて礼儀正しい松井選手は、パドレスの環境もすぐ馴染むとは思います。あとはメジャー玉との戦い、果たして1年目はどんな成績を残すのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。